大人気 YouTuber コンビ中町兄弟の兄、中町 JP が15日、兄弟の公式 YouTube チャンネルを更新。頭部の大手術を受けていたことを明かした。写真、中町 JP ウエスト激細の妹、中町彩とランウェイ中町 JP は公式チャンネルで、妹が東京ドーム立ってる間に緊急手術視点のマジドウ U5 と WWWW と題した動画を公開。 妹の中町彩が東京ドームでのイベントに出演した今月10日に撮影したもので、自身はイベントに呼ばれなかった JP は、インパクトあること、自分がやりたかったけどやらなかったこと、一歩踏み出せなかったことを、サイが東京ドームで夢見せてる間に、僕も裏側でみんなに勇気を与えようかなと企画を説明した。その上で、僕って生まれつきおでこが結構広いんですよと悩みを告白。 食毛によっておでこの形を変える手術を受けることを決断。手術前の心境を正直めちゃくちゃ緊張してますと語り、朝ごはんも食べちゃダメらしいですっていうくらい大手術で、所要時間はだいたい7時間半ぐらいと大規模な手術であることを明かした。その後、手術終了後の動画も公開。手術は4時間で終了したとし、頭くらくらしてる。 点滴で朦朧とするやつ売ってたから、でっかい針を後頭部にめっちゃ刺してたらしいの。その時めっちゃ騒いでたらしい。記憶ないけどと、やや朦朧とした感じで話した。その後、自宅でも撮影、頭が痛い。ちょっとズキズキするなって感じ。あと、ろれが回らないっていうか、ふわふわしてる感じ、と状況を説明。想像よりもめちゃめちゃ大がかりだったな。 めちゃめちゃ注射打たれたなと大手術を振り返った。